今回紹介するのは「屍ヒト層の殺人」という本です。第27回相川哲也賞受賞作「神くれない大学ミステリア愛好会」の羽村譲と会長の明智京介は、いわくつきの映画研究部の夏合宿に加わるため、同じ大学の探偵少女。 妃とめ子と共にペンション紫腎荘を訪ねた合宿1日目の夜 A 県のメンバーたちは勘だめしに出かけるが想像しえなかった事態に遭遇し紫腎荘に立て籠もりを余儀なくされる緊張と混乱の一夜が明け部員の一人が密室で惨殺死体となって発見されるしかしそれは連続殺人の幕開けに過ぎなかった 究極の絶望の淵で、羽村は、明智は、そして一目子は、生き残り謎を解き明かせるか奇想と本格ミステリーが見事に融合する第27回相川哲也賞受賞作第27回相川哲也賞を受賞し、著者のデビュー作となった本作品は、ホラー映画などでよく使われる、ある題材を取り入れた。 に満ちたとと言えると思います設定としてはある大学のメンバーが夏休みにペンションで合宿して数日を過ごすこととなったことが発端ところが戦術のホラー要素が原因でクローズドサークル状態になってしまう登場人物には探偵の素質から警察にも表彰されている女性が混じっておりこうなればミステリ的には 何かの事件が起こらなければ読者は満足しないでしょう果たして密室状態でメンバーの一人が殺害されているのが発見されるそれは連続殺人事件の始まりであったこの殺害方法なのですがこれまたホラー要素を含めているところが斬新なところで密室という不可能状況に ある種の不可解な状況が加味されることとなります。また、クローズドサークルとなった要因により、メンバーたちに、とてつもない危険が迫っており、それがいつになるか、というタイムリミットの要素も加わり、サスペンスを盛り上げています。ホラープラス、本格ミステリーという2つの要素を融合させた作品として、評価され、 相川哲也賞を受賞した本作品はアイディア勝負の面もありますがミステリの骨格はしっかりとしたものがあるのでミステリファンを満足させるだけのものを兼ね備えていると思います文章も読みやすいので一気読み必死の作品ではないかと感じています以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。